タイソン・ジャクソンは、ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の元、アメリカンフットボール選手。NFL のカンザスシティチーフス、アトランタ・ファルコンズに所属していた。現役時代のポジションは、ディフェンシブ・エンド。高校時代、アメリカンフットボールのディフェンシブ・ラインマンとして3年時には16、サックを挙げた。またバスケットボールも行っている。大学入学前、ライバルズ・ドット・コムに三つ星に、 ランクされた彼はオクラホマ州立大学、コロラド大学からもリクルーティングを受けたが地元のルイジアーナ州立大学に進学した。2004年シーズンはレッドシャツで過ごした。2005年には13タックル、2サックを挙げてサウスイースタンカンファレンスのフレッシュマンウォールチームに選ばれた。2006年には先発左ディフェンシブエンドとなり37タックル、 8.5サック、1ファンブルリカバー、1インターセプトを上げて、カンファレンスのセカンドチームに選ばれた。2007年には14試合中13試合に、左ディフェンシブエンドとして、先発出場し、36タックル、3.5サック、1ファンブルフォースを上げた。2008年には36タックル、4.5サック、1ファンブルリカバーを上げた。 彼は4年間で、先発38試合を含む53試合に、出場、122タックル、1インターセプト、2ファンブルフォース、2ファンブルリカバー、そして、大学歴第8位となる18.5サックを挙げた。大学時代は4から3ディフェンスでプレーした、ジャクソンだが、プロでは3から4ディフェンスのディフェンシブエンドに適していると期待され、 2009年の NFL ドラフト一巡全体3位でカンザスシティチーフスに指名された。彼の契約は難航し、トレーニングキャンプ開始時点では合意に達せず、ウィスコンシン州リバーホールズのキャンプ地には赴かなかった。8月7日、5年間5700万ドルでチーフスと契約を結んだ。この年、全16試合に出場し38タックルにパスブロックを挙げたが、 サック礼に終わった。2010年シーズン前半は膝の怪我に苦しんだ。ありがとうございます。